忍びリフレ戦乱神楽来てくれたんですね。私はマジカルパープル、それともアイドル？違う違う、看護師か探検家だったはず。って全部夢？そんなショックです。あれが本当のことじゃなかったなんて。いろんな自分になれたこと、それはとても素敵な体験でした。でももっと素敵だったこと、それはあなたと一緒に過ごした時間です。あれが全部夢だったなんて悲しすぎます。どうしても信じられません。え、夢でよかった？それはどういう意味ですか？そうですよね。私の目の前には夢じゃない本物のあなたがいるんだから。ふふ、これからまた二人一緒の時間を作っていきましょうね。続く夢みたいな時間になるはずです。あれ、ごめんなさい。いつの間にか眠っていたみたいです。気がつけばもうこんな時間。
あなたともっと過ごしていたいですけど、私そろそろ帰らないと。え、理由ですか？実は今日はあるゲームの発売日で。そうそう、あの超人気ゲームの続編です。え、あなたもあのゲーム好きなんですか？なんか嬉しいです。で、あのゲームの豪華予約特典バージョンが今日届くと思うので、急いで帰らないと。私今回はお姫様キャラで行こうかなって思っているんです。あ、もしよかったらあなたも一緒にどうですか？オンラインで私とパーティーを組みませんか？後でゲームの ID を教えてもらえれば、私の方からフレンド申請しますので。ってごめんなさい、なんか強引でしたよね。私ゲームのことになるとつい。嫌じゃないですか？でしたらぜひお願いします。できたらあなたは王子様のキャラで来ていただけると嬉しいな、なんて。だって私はお姫様キャラですし、だから。あ、いやいやいや、なんでもないです。ただの独り言です。では、ゲームの中でまたお会いしましょう。楽しみにしていますね。あれ、とても気持ちがよくて、少しの間眠っていたみたいです。
でも男の人にマッサージをされている間に寝てしまうなんて、ちょっと自分でも信じられません。きっとマッサージをしてくれたのがあなただからですね。私、夢の中でいろんな体験をしていた気がします。あまり思い出せませんけど、あなたを癒してあげたり、冒険したり、楽しいことをしていたような。不思議ですね。思い出せないのに気持ちがポカポカしています。この気持ちってもしかして恋だったりするんでしょうか。でも私、恋なんてしたことがないし、自分の気持ちがよくわからないところもあって、もっと確かめてみる必要がありそうです。だからその、また協力してください。協力っていうのはもちろんマッサージで、その代わり少しぐらいならマッサージ失敗しちゃっても目をつむりますから。これからもよろしくお願いしますね。はあ、すごくリラックスできました。なんていうか、ずっと夢見心地で、素敵な時間をありがとうございました。あ、今の音、聞こえました？聞こえてないって言ってください。
って無理ですよね。聞こえちゃいましたよね。ごめんなさい。お腹が鳴るなんてはしたないですよね。恥ずかしいです。もうとにかく何か食べないと。お腹が空いて目が回っちゃいます。やっぱり食べるのならあそこの宅配ピザかな。この間はネギマシマシの納豆ピザだったから、今日はオリーブオイルダクダクのペパロニピザにしようかな。美味しいピザのお店知ってるんですか？興味はありますけど、すごく行ってみたいですけど、なんかちょっと怖い気が。私にとってピザは自分の部屋で食べるものですから。でも、あなたが一緒にお店に行ってくれるなら大丈夫かも。もちろん一緒に行ってくれる？そうなんですか。それだったら考えてみようかな。だってあなたといるとすごくリラックスできるってわかりましたから。じゃあ今から連れて行ってもらえますか？よろしくお願いします。ごめんなさい。なんかぼーっとしてました。楽しい時はすぐに過ぎるって言いますけど、本当ですね。あっという間にこんな時間になってしまったみたいです。私が悩んでいるように見えるんですか？
除します。実はそうなんです。私にはベベタンっていうお友達がいるんですけど、最近無理なことばかり言うんです。昨日も一緒におままごとをしていたら、二人だけじゃつまらない、家族が欲しいとか言い出して、今日もベベタンと遊ぶ予定なんですけど、また同じこと言われちゃいそうな気がして、ごめんなさい、理解不能な話ですよね。忘れてください。え、あなたが家族になってくれるんですか？でもおままごとですよ。いい歳しておままごとなんて。え、本当に付き合ってくれるんですか？嬉しいです。ベベタンもきっと喜んでくれると思います。私、自分の部屋に閉じこもりがちなんですけど、たまにはこうやって外に出るのもいいですね。だってこうしてあなたと出会えたし、じゃあベベタンにも伝えておきますね。私たちきっと素敵な家族になれると思います。何？こんな記憶、私知らないはずなのに。そうだったんですね。私ようやく本当の自分を取り戻しました。自分で作り出した忍び結界に囚われていたなんて、辛い修行と厳しい任務で少し疲れていたのかもしれません。でも助かりました。あなたがマッサージしてくれたおかげです。そ
そのお礼と言ってはなんですが、ちゃんと身分を明かそうと思います。私は比立蛇女子学園の忍び、紫です。夢の中でのあなたへの思いに偽りはありません。だけど私は忍び、任務と修行の日々に甘い感情は持ち込めないのです。私もう行きます。せめて最後は笑顔でお別れを。ダメ、ダメです。お別れなんてできません。私本当にあなたのことが でもお姉ちゃんを、蛇女のみんなを裏切るわけにもいかない。私どうしたら。必ずまた会える。ありがとうございます。その言葉だけで十分です。信じていればまたきっとどこかで。その時までお別れです。また会いましょう。大好きなあなた。いつもだと暗い部屋で一人ぼっちで、ううん、ベベタンと過ごしてる。他人がいると緊張する、というか居心地が悪くて。でもあなたは違う。これからも二人でここに永遠にいられるといいな。